3月5日火曜日、3月に入って春が近づいてきました。雨の日も多いようですね。ようやく晴れたのでちょっと出てみました。近場をプラッと行きます。上郷橋です。ふうさんまっすぐ行くのかな、曲がんのかな、わかりません。花粉がすんごく飛んでるんだそうです。正解はまっすぐでした。頑張ってく人がいる。上郷橋の荒川への入り口、入り方が変わったってそういえば風さんが言ってました。あ、すんなり行けるようになったみたいです。これからなるのか。ここができればすぐに入れるようになります。まだできてないんですね。こんな感じです。目下制作中です。カミングスーンかな。日だまりかっていうのができたの。バイヤーさんとはないんだ。知らない。新しくできたの。凍結の冷水道っていうのと、うん、上下が古民家カフェは町の日だまりっていうのができてやる気満々です。あの時お店を増えたというか、お店を増やしたのかな。そんな感じです。あとちょっとでここが通れるようになります。今日は天気がいいので結構みんなやる気です。追い風です。どうやら今日の行き先は文明堂のようです。絶対こういう方が良くない。こんな感じです。切り落とし、浦和工場です。7月を目標に新しいお店を作ってるらしいです。かっこいい新工場売店ができます。工場が新しくなるわけじゃなさそうですね。ちょっと休んできます。3時のおやつは文明堂。桜カステラ買いましたね。そう、すごい美味しい。試食したんですけど、なんかみずみずしい感じでジューシーというか、すごいいい香りね。香りが良くて美味しそうだ。美味しかったよね。うん、うん、香りが良くて美味しかったです。特別な自動販売機なぜか中華まんミュージアムの月餅を補給食で食べます。今日はこれです。こっちがナッツとフルーツで、こっちはごまの味と香りがします。美味しい月餅です。高級だよねこれ。高級高級。文明堂で小休止、お家へ帰ります。帰ります。あっちの方ですよ。埼玉県の基幹病院です。ドクターヘリもやってきます。水橋の近くのアンモータースクール、その裏手にこの桜を見つけました。綺麗です。河津桜かな。まだこれからです。桜かわいいね。やっぱピンクだしね。あった。こんなですよ。動かないもの取るのは安心です。桜が綺麗です。今日はこれだけでもお得かな。桜のカステラと
桜です。お花見、お花見。梅の花も綺麗です。桜のカステラを背負って走ってるウフーさんです。風向きがちょっと変わって、もしかすると追い風になるかもしれません。しばらく来なかったら土手が高くなっています。これで地震が来ても安心かな。まっすぐ行きます。この先で道が途切れるんですよ。にゃんこです。こんにちは、公園のにゃんこです。こっちの2匹はお友達です。今一緒に散歩してました。この草うまいです。あ、来たぞ。何て言ったんだろう。おお、なんだなんだなんだ、なんかいいのあるのって言ってきた。面白い。尻尾振ってる。猫も尻尾を振るんだな。なんかいいことあるかと思ってやってきました。猫のひとときです。3月16日土曜日、店舗のグラウンドでサイクルフェスタというのがあるんだそうです。10時から2時まで、大宮店舗グラウンド21区画。どんなことがあるんですかね。来れたら来ようかな。天気はどうかな。お汁粉とか豚汁の無料配布、マウンテンフェミリー屋台村、自転車シミュレーター、面白い自転車コーナー、自転車安全走行ゲーム、ロングサイクル西区電動アシスト自転車試乗会、キッズバイクフェスタ埼玉2019って書いてあるよっていうのがあるらしいです。ふうさん、ありがとう。無事お家に到着しました。文明堂の工場で桜のカステラを買って、素敵な桜も見つけてぐるっと回ってきました。今日は暖かくて気持ちが良かったです。風もいい具合に前から吹いてくることもなくって良かったです。この調子で3月行けるといいな、そんなことを思っています。では